託された思い果たしてみせる。情報、精細。まだ初陣なんて早くねえか？そうよ。戦場はとても怖いところなんだから。大丈夫だって。覚悟ならとっくにできてる。二人とも心配しないで。私たちは戦に出るために厳しい鍛錬を積んできたから。精細。張飛の子で、母は下降期、兄は張宝。直情的な父に似ず、冷静に物事を見られる女性である。父と同じ戦場に立つべく長きにわたり鍛錬を積んできた。そして劉備が職を得た今、待ちに待った初陣の日が訪れる。あのな、戦と鍛錬じゃわけが違うんだ。そこんとこ分かってんのか？そうだぜ、制裁。だからあんまり無理すんなよ。危なくなったらすぐ俺に言うんだぞ。兄上こそあまり出すぎると援護ができない。無茶はしないで。ったく、こんな調子で大丈夫か？親の心配は尽きねえぜ。でもいつかはこんな日が来ると思っていました。見守って支えるのが私たちの役目なんですよね。まあそれもそうだな。しゃあねえ、俺がしっかりお守りしてやるか。劉備殿。眼中でごとべ。
再起を目指すのだ。貴様らなどに邪魔はさせぬぞ。これで終わりに。これで勝ったと思うなよ。敵将打ち取った。またしても夜地を奪われるとは。いずれ再起を果たしてみせよう。よい結果になるわね。
の奪還はできぬか。やむを得、撤退しよう。出る手はないか。分かった、この力は引き上げよう。力ではどうしようもないのか。もう諦めるしかないようだな。良い結果になってよかった。聖祭すごいわ。でもあまり無理はしないでね。では目下の障壁、皆さんのおかげで長路が早々に。ゴはきっと納得しま。欲得の子らと同じ戦場に立つ日が来ようとはな。願わくはこうなる前に乱世を終わらせたかったが。そんなことおっしゃらないでください。劉備殿と一緒に戦えて俺乱世を終え、劉備殿の天下を実…私たちはこれまで鍛錬を重ねてきました。今こそ二人の心意気誠に見事だ。私もさて、曹操殿から冠中をいただきましょう。冠中は陣地間の連携が要、面で攻めますよ。敵の総大将加工園は帝軍山にいるか。諸葛亮は亡き劉備の志を果たすため北伐を敢行。だが
芝居の迎撃に遭い、攻めきれぬまま五条原に没する。後を託された脅威も当面は国内の安定に努めるほかなかった。一方、蜀と連携し魏に攻勢をかけた呉も似た状況にある。度重なる戦に兵も民も疲れ果て、国力回復には時間を要した。五色の魏侵攻が失敗に終わった今、魏に攻め寄せる敵はない。だが魏はこの機に片付けておかねばならない敵を抱えていた。兄上たち、みんないなくなっちゃった。なんだかどんどん人が少なくなっていく。そうね、私の家族ももう。残されるってのも結構辛いよね。でも俺は君たちがいるからまだ平気だよ。ええ、暗くなっていても仕方ありません。残された私たちだけが皆の思いを遂げられるのですから。月影殿。そうそう、だから明るく前向きに頑張ろうよ。辛い時はみんなで助け合えばいい。ありがとうございます。なんだか皆さんの言葉で元気が出てきました。父上や兄上たちの分まで精一杯頑張ります。皆の思い必ず果たしてみせます。これより我らは国内の復興に取り掛かる。国力の回復なくして北伐はなせぬ。そのつもりで皆懸命に任務を遂行してほしい。脅威、私にも一言言わせてくれ。皆どうか一人で任を背負わないでほしい。無理なようなら他の者を頼ってくれ。ある程度任務を成し遂げたらここへ報告に戻ってくれ。北伐で疲弊した国を立て直す。蜀の未来のため各々尽力してくれ。農地の開墾が遅々として進み、特に農地
獣ももう襲ってこないようです。これで良い結果になってよかった。見事な戦いぶりです。攻撃は失敗に。これでは逃げられない。爪の甘い奴らだぜ。敵のいねえ方からずらかるぞ。になってよかった。おお、素晴らしいご活躍。建物がいた。よし、ここまでの成果を確認するか。開墾により農地が広がった。これで兵糧の確保は問題なさそうだ。民を苦しめていた山賊を討滅した。国内が安全になれば外に目を向けられるな。拠点の補修は順調のようだな。必要な木材も十分に確保できている。内政に注力した結果が出ているか。国内に北伐前の活気が戻ってきたようだ。皆の尽力により無事に蜀の国力は回復しました。完全に元通りとはいきませんでしたが、時が経てば以前の治世に戻るでしょう。それは良かった。きっ
っと民たちも喜んでいるだろう。そなた一人が全ての任務を果たしてしまったと聞いた。そなたはすごいのだな。ありがとう。さて、教尉、もう北伐を始めるのか。今少し魏の動向を見極めたいと思っています。石膏の話によれば、宗妃の後を継いだ宗英の体調が思わしくないとのこと。このまま宗英が倒れれば魏は混乱するはずです。その時を待つべきかと。そうか。では北伐再開の機についてはそなたに任せる。はっ。引き続き魏の動向を注視いたします。聖さん。魏の宗英が死んだとの知らせが入りました。幼い宗邦が後を継ぎ、曹操と芝居がその後見になったとのこと。幼子に国を背負わせるのか。なかなか冷酷なことをするな。龍禅様、同情している場合ではありません。曹操は大軍を要して我が国へ侵攻する気配を見せているようです。国の指導者が変わった直後に攻めるだなんて、私たちのことを甘く見ているのでしょうか。いや、そうではないようだ。曹操自身の功績作りのために戦を起こそうとしているらしい。そのような理由で芝居が許すとは思えませんが。ああ、芝居なら必ず止めるはずだが、それができないということは芝居の影響力が低下しているのかもしれない。芝居がいなければ北伐は上昇の頃よりたやすくなりましょう。たやすく。教尉、随分と自信があるのだな。諸葛亮が命を懸けても果たせなかったことだ。勢いだけではどうにかできないと思うが。これは失礼しました。おっしゃる通りです。そうか、脅威も分かっているならよかった。今は攻めてくる魏に勝てるよう頑張ってほしい。はっ。必ずや魏の侵攻を食い止めてみせます。軍は数に物を言わせ、正面に戦力を集中させているらしい。どうやら私の予感は当たっていたようだ。予感？どういうことですか？三冠の戦では戦力の集中は悪手です。敵に包囲されれば逃げ場を失いますからね。脅威殿は魏の布陣を見て芝居がいないことを確信したのでしょう。そうそう、あまり器は大きくないのかもしれない。芝居はおらず、曹操は凡夫だが大軍には違いない。油断をすれば一気に押しつぶされるだろう。ここは奇襲を作戦の柱とし、敵に揺さぶりをかける。報告によれば敵兵糧庫の守備が手薄とのこと。そこを抑えればおのずと勝ちが見えてこよう。上昇、そして先人たちの思いは諸君の皆に受け継がれている。我らの志、今こそ義に示すのだ。守り抜く。一致団結すれば必ず勝てる。
金の砦の補修は終わっているようだな。出陣前に直しておいてよかった。西から援軍が続々と。敵を倒しておく。民から作物が届きました。獣を退治したお礼だそうです。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。よし、ここで防御体勢を取るのだ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。朦朧湖を狙ってきたか。腰をかけて食い止めねば。邪魔よ。覚悟。味方が窮地に。敵将討ち取った。勝てたならよかった。みんな非力ってわけじゃないのね。なんだか安心したかも。なかなかの実力を持っていますね。のこのこと。お前にどうにかできるならやってみせよ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。諸国の攻勢を止められぬか。今は撤退せざるを得まい。勝てたならよかった。その働き見事というほかない。
軍の奇襲により防衛線が突破されました。なんだと、味方は何をしておる。急ぎ本陣の守りを固めよう。諸葛亮のいない諸君など恐れることはない。さっさと叩き潰してしまえ。素直に喜ぼう。魏の大軍を食い止め押し返すことに成功した。これも皆のおかげだ。感謝する。魏には兄上たちと一緒に戦ってもなかなか勝てませんでした。でもようやく倒せたんですね。私少し自信がつきました。ですが、芝居がいなかったことを考慮しなければなりません。もし、今後も曹操が指揮を取るのなら、勝ち目はあるのだけれど。それは考えられませんね。この惨敗、魏も何かしらの対策を打つでしょう。国の混乱も収まらぬうちに大軍を動かし、敗戦したのだ。芝居が何もしないはずがない。引き続き魏の動向を注視しよう。
そなたが魏から来たという夏侯派か、正妻の親族とのことだが、どのような要件だろうか。いやー、どこから話せばいいのか。とりあえず魏に政変があったことは知ってますか。大将軍曹操の留守に芝居が朝廷を掌握、曹一族の権威は失墜し、芝一族が魏の第一勢力になったと。そうです。そしてその結果、曹一族と縁深い夏侯一族も近い将来立場が危うくなるだろう。さすがは脅威殿、そこまでお見通しなら話は早いです。まあ俺はそんなことで命を落としたくないんで、いとこが張飛殿に嫁いでた縁を頼ってここへ来たというわけです。お願いします、俺を配下にしてください。諸君は困っている人を見捨てたりはしない。夏侯派、どうかこれから皆と一緒に頑張ってほしい。はい、心機一転頑張ります。では早速で悪いのだが、魏の内情を聞かせてくれ。先の高青山の戦、あれは曹操の意志によるものなのか。あれはみんなで止めたんだけど、曹操殿は自分の力を世に知らしめるとか言って聞かなくてさ。芝居殿は静観してたけど、今考えれば曹操殿排斥のためだったのかもな。何しろその後すぐ行動を起こしたわけで、わざと曹操に失策させ自らへの人望を集めたのか。戦の敗北すら政変を成功させるための布石。芝居、なんとしたたかな男よ。だが夏侯派殿が出奔するなど、奴が読めぬことが起きているのもまた事実。龍禅様、北伐の時は近いと考えてよいでしょう。脅威、その話はまた改めてしよう。今は新しい仲間を歓迎したい。夏侯派、長旅でさぞ疲れたであろう。ゆっくり休んでほしい。ありがとうございます。龍禅様、先ほど呉からの使者が参りました。孫権殿が亡くなったそうです。孫良殿が後を継ぎ国を治められるとのこと。孫良殿、確かまだ年葉も行かぬ子供ではなかったか。呉もまた幼い子に重荷が。制裁、私は喪に服すとしよう。早速呉に使者を送り弔問を。龍禅様、孫権の死に乗じ魏の芝氏が全軍を挙げ呉へ攻め込んだとのこと。これぞ好機、今こそ我らも北伐を再開すべきです。脅威、気持ちはわかる。だが今は長年の盟友である孫権殿のため喪に服すべきだと思うのだが。我らが攻めれば魏は我らに備えるため呉への攻めの手を緩めるでしょう。それこそが同盟国たる我らのなすべきことではありませんか。そのような考え方も
あるのだな。わかった、そなたに任せよう。すぐに北伐の準備に取り掛かるのだろうか。はい、ことは一刻を争います。そうか、一人で頑張ろうとする者もいるだろうが、無理はしないでほしい。皆で助け合い、協力して進めてはどうだろう。はっ、では早速始めます。魏が太呉戦線に力を割いている今が好機。北伐に向けて準備を進める。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。各順殿。僕の民に手出しはさせぬぞ。
グジュ。良い結果になってよかった。制裁は希望の星よ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。もう理には従えぬ。職に下ると決めたのだ。どうにか逃げ切らねば。待て、リカ、裏切りは認めおとなしく爆についてもらおう。定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。リカを連れ戻すと。これでここは引くしかない。お助けくださり感謝します。どうかジンの走り加えてください。敵将打ち取った。勝てたならよかった。ここへ乗り込んでくるとは命知らずね。俺らの恐ろしさ思い知らせてやる。なんて強さだ。クソ、逃げろ。なんてしない。
の星よ。はい。すみません、これからは心を入れ替えて鍛錬します。して来られたとは。しかし文官たちの仕事が滞っているとか。このままでは国なんと解決して来られたと。文官たちの仕事が滞っているとか。このままでは国は立ち行きません。
なん？北伐には万全の備えで臨み、各罹患、北伐の準備は万全だ。上昇の悲願、達成する時は近いぞ。皆の迅速な働きにより、北伐再開に向けた準備は整いました。あとは義へ攻め入るだけです。そうか、皆にご苦労だ。義へ攻め込む気についても、そなたに任せる。はっ、早速陣立てと。聖祭、龍禅様、兵、策ともに全て整いました。今こそ義へ向け進行を開始いたします。そうか、皆の武運を祈っている。こうしていると諸葛亮の時。はい、あれから上昇は自らの命を懸けて北伐を行われました。私もまた神明を閉じて。私も父上や兄上の願いを叶えたいと思います。俺も受け入れてくれた恩を戦で返すぜ。生まれた国とかもう関係ないんだ。この過去を中堅に迷いなし。そう、みんなの思いは一緒。必ず勝つ。そして陣の世を作るってこと。みんなの気持ちよくわかった。が諸葛亮ですら苦戦した相手だ。くれぐれも無茶はした。みんなで此度の戦、我らの兵力はいささか心もとない。そこで必勝を期すべく羌族に援軍を頼んだ。だがそれでもまだ魏に比べて兵力は劣る。三冠の席を一つ一つ確実に落として進んだ方がいいだろう。この辺りは険しくて狭い道ばかりだから、突出するとすぐ囲まれちゃうよ。逆に突出した敵がいたらすぐに攻撃できる。視野を広く持った方が勝つって感じかな。敵の指揮官は芝居の二人の息子、芝氏と芝将だ。兄の芝氏は父親譲りのくせ者で間違いないな。弟の方は得体の知れない何かがある。ああ、私も義にいた頃少し話をしたことがある。しばしとしばしょ、彼らならば相手にとって不足はない。上昇たちの志を叶えるため、必ずや奴らを仕留めるのだ。上昇の悲願を我らの手で果たす。今度こそ北伐を成功させ義を打ち破る。敵は鉄狼山に本陣を構えてる。ここを取れば北上のいい足がかりになるよ。諸君の将として功を挙げねば立場がない。私も出陣するぞ。
防御態勢を取るのだ。賊どもが、この私が粛清してやる。父上、兄上たち、守っていてね。せっ、ビリビリの私だけど、精一杯頑張るから。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。せっ、はよ。役割を果たすこともできぬとは、私はどこまで無能なのだ。敵将、討ち取った。勝てたならよかった。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。みんな非力ってわけじゃないのね。なんだか安心したかも。この木山まで来るとは。褒めて、ずいぶん遠いところに墓を作りに来たものだ。みんな、断言に耳を貸すな。キザを抜けば、鉄道座はすぐそこだ。この私こそ、英才の誉れ高き将士。その記憶に刻みつけて。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ、参ろうぞ。無駄にしつこい奴らだ。これ以上関わるとはろくなことにならんな。敵将、討ち取った。勝てたならよかった。おお、申し分ない働きだ。やる。戦ぶり。邪魔よ。
待たせしました。このトラ戦車で今から敵を一掃します。まったく諦めの悪いことだ。ティガの戦力差も見極められぬと見える。気持ちはわかるぜ、けど現実を見てくれよ。お前たちが俺らにかなうわけはないんだ。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。なかなかの実力を持っていますね。私と戦いたいのなら仕方ないのね。退けるとはな。貴様らの犠牲も少なくはあるまい。ここで終わりにするわけにはいかないの。ごめんなさい。その働き見事というほかない。俺を追い込むなんてすげえ気迫だ。けど慈悲に息切れを起こすぜ。鉄狼山は我らのものとなった。だがこの遠征で得られたものは少ない。あれだけ準備してこれっぽっちの戦果か。いやいやいや、義が大きすぎるだけだって。なんとか鉄狼山は制圧できたな。でも結構やられちゃったね。これ以上の進軍は厳しいかも。キョイ、義の援軍が長安からこちらへ向かっているらしい。どうする？迎え撃つのは結構厄介だぜ。分かってはいたが、魏の国力のなんと大きいことか。蜀の全身全霊の攻めを受けてなお援軍を出せるとは。ここで犠牲を増やしては戦果を無駄にすることになる。我らは今より撤退の準備に入る。鉄狼山にし国を挙げ周到な準備を行って戦った結果が確かに負けなかった。しかし次こそはもっと確実に。以上が今回の北伐の成果です。私の不甲斐なさゆえにこのような結果となってしまいました。
申し訳ありません。脅威、何を謝ることがあるのだ。皆一丸となって戦い勝利した。そして皆無事に職へ戻った。戦は疲れたであろう。今は何を。この戦果で満足しては亡き上将や劉備殿に合わせる顔がありません。我らは引き続き北伐を続けてまいります。そなたの熱意には頭が下がる。だがどうか兵や民たちの子、彼らにも休みは必要だ。もちろんです。ですが兵や民にとって本当の休息とは何でしょう。義といつ交戦するかわからない。そんな状態では休めるはずもない。義を滅ぼし陣の世を迎えた時にこそ彼らは心から休めるのです。そうか、その時が。そのために私はこれからも全力で義を倒す方策を練ります。陣の世を実現させるために。国力を回復した蜀はついに北伐を再開した。一度は敗退するものの指揮官の脅威は諦めることを知らない。先人の志を果たすためなおも義を攻めようとする。だが遠征の負担は大きく国内では反対の声も上がっていた。一方義では実権を握った芝一族がその地位を固めていた。だがその独裁を不満に思う者たちが不穏な動きを見せ始める。内乱、そして何度でも攻め来る蜀との戦い。戦で傷を負った芝氏の肩に大きな重圧がのしかかっていた。前回の北伐は期待外れの結果に終わりました。次こそは必ずや成功させるべく今より入念な準備を行いたいと思います。龍禅様、脅威殿の言うことを聞いてはなりませんぞ。何を言うのだ高校。脅威殿、あなたが戦に没頭している間蜀はどうなっていたと思われる。私がいなければ国内の秩序は乱れ、龍禅様はさぞお困りになっていたでしょう。内政をおろそかにし龍禅様に苦労を強いるなど忠臣のやることではないのでは。しかし私は亡き上将より義を討つという志を受け継いだ。それを成し遂げることが忠臣としての私の役目、そして陣の世の実現に必要なことだ。
戦をすればするほど国は貧しくなるのです。あなたは皇帝たる龍禅様にも貧しい生活をさせる気ですか。二人とも喧嘩はやめてほしい。教尉、そなたの思いは嬉しい。だが高校の言う通り、民に辛い暮らしを強いることはしたくない。何か良い方法はないものか。私は信として自分のなすべきことをなすまでです。高校、お前も自分のなすべきことをすればいい。おのおのが持ち場で力を発揮すれば国は保たれるだろう。ふん、己のやるべきことなどとうにやっておるわ。龍禅様、義の指揮官しばしが死んだようです。彼の後は弟の芝生が継いだらしいですよ。龍禅様、これは好機にございます。今こそ再び北伐を行う時です。教尉殿、まだそのようなことを。第一、前回の北伐からさほど時間が経っていないではありませんか。確かに万全の準備ができているとは言い難い。しかし鉄狼山では芝生を追い詰め、そこから勝機を得た。奴が指揮を取るならば、多少の準備不足でも十分に戦えよう。教尉、私にはそなたが焦っているように見える。なぜそう急がねばならないのだ。義や呉と比べると我らの国力は低いものです。もし義が呉へ攻め込み、さらに強大となっては勝ち目は薄くなりましょう。一刻も早く義の国力を削り、我らの国力を増強する。そのために戦わねばならないのです。国力が増せば今より暮らしが豊かとなります。そうなれば民のためにもなりましょう。そうか、民が豊かになるというのなら、その言を信じるぞ。そなたの武運を祈ろう。良い戦果を期待している。龍禅様、これは奇弁でございますぞ。戦を起こしては国が豊かになるどころか貧しくなるばかりです。主演や遊興なども開けなくなってしまいますぞ。高校、すでに龍禅様からの命は下ったのだ。お前も急ぎ戦に向け城内の体制を整えよ。これは大将軍たる私の命令だ。やはり義の内部は混乱しているようだな。前回に比べ兵の数が少ない。今度こそ必ず。でも私たちも前回より人が少ないです。月英殿や馬体殿も高校殿に生徒の内戦を命じられ来られませんでした。それに敵も少ないながら守りを固めてるみたいだ。ここまでやられると奇襲とか厳しいな。時間はかかるけど、一つ一つ確実に拠点を抑えるほかないか。うん、それにこちらは遠征の身、兵糧が尽きる前に陳倉まで進まねばならない。状況は厳しいが勝てぬ戦ではない。
皆、奮戦を期待する。我らの悲願のため陳倉を攻め落とす。芝生を討ち、義をこの地より退けるぞ。私が引導を渡してやるよ。どうした諸君の将兵、門は開いているぞ。それともこの将士気が怖くて入るのか。なめやがって。行くぞ、奴に後悔させてやら。敵が回り込んできたぞ。紹介様の挑発は失敗か。私は選ばれた。その策をかわすとは生意気だ。邪魔よ。拠点を奪われ、
の経歴に泥を塗ってくれたな。敵将討ち取った。勝てたな。よかった。結構やるな。みんな非力ってわけじゃないのね。なんだか安心したかも。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ、参ろうぞ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻まれぬ。兄上がいなくなったのを見計らってきたが、めんどくせとはもう言えないよな。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。まあ十分やったよな。芝生は引いたが
こちらの消耗も激しい。これ以上の追撃は厳しいか。なんとか陣走まで抑えたけど、こっちの兵糧はもう尽きかけてる。敵が攻めてきたらとても守りきれないぜ。生徒から兵糧を送ってもらえればいいんですけど、きっと皆さん内政に手一杯だと思います。しばしょうならばもっと楽に攻めきれると踏んだのだが、無理にこのまま滞留して被害を増やしては元も子もない。ここは撤退する。兵にその旨を伝えてくれ。相手を侮り不甲斐ない戦をしてしまった。上将、どうか天よりこの強迫役をお叱りください。こたびの北伐もはかばかしくなかったようだな。申し訳ありません、龍禅様。ですが次こそは必ずや。次か。脅威、そなたはなぜそこまで北伐を繰り返すのだ。なぜ、なぜとおっしゃいますか、龍禅様。葬儀打倒は劉備殿と上将の悲願です。その成就のため将兵は戦い、民は国を支えてくれているのです。それを龍禅様はなぜと。いや、そうではないのだ。私はただ、北伐は必ずや成功させてみせます。龍禅様はどうか我らの勝利を祈っていてください。龍禅様、良いのだ正妻。どうも私は思いを伝えるのがうまくないようだ。大使のためと皆を苦しめてまで戦う、それが私には辛く思えてならない。職は、私たちはどこへ向かえばよいのだろうな。前回の北伐の失敗は私の戦力によるもの。この席を取り、私は大将軍の座を降り御将軍となります。ふん、勝てるなどと豪語しておきながらこの始末。もうこの城の暮らしを脅かさないでほしいものですな。孝行殿、なぜそこまで暮らしにこだわるの。龍禅様は職邸、国の長であられます。その国の長が贅を尽くした暮らしをすることは豊かさの象徴。職の素晴らしさを国外に示すためにも贅沢は必要なのです。あれ、贅沢をするのが帝のお仕事なんですか。
でも劉備様は贅沢していましたっけ。諸葛亮殿も劉禅様にそんなこと言わなかったですよね。これは私の考えです。あなたたちにとやかく言われる筋合いはない。みんな、私は脅威の話が聞きたい。それでこの後はどうするのだ。必勝を期すため万全の準備を整えます。我らの最後の北伐のために。最後、その理由を聞いてもよいか。この北伐で勝利を収め魏を滅ぼすからです。今までの北伐は兵端を確保するため徐々に攻めていました。ですがそれでは勝てぬと分かったのです。次の北伐では全軍を挙げ敵の本拠まで一気に攻めます。周到な準備と完璧な策を仕上げ最後の北伐として臨みます。戯れ事を。最後だと言いつつまた失敗すれば続けるのでしょう。そもそも諸葛亮殿になせなかったものがあなたになせるはずがない。上将は命を懸け五条原へと出陣された。あと少し時間があれば我らは勝利できたのだ。私も最後と決め全身全霊をもって攻めれば必ず勝てる。脅威、最後という言葉の意味しかと聞いた。必ずや次の北伐で魏との戦を終わらせてほしい。必ずだと。未熟者めが。魏の帝宗謀が司馬将によって倒された。この内乱こそ魏へ攻め込むまたとない好機だ。これで終わるんだよな。俺が生まれ育った国との戦いが。悔いのないよう全力でやってやる。若や諸葛亮殿、みんなの思いを背負っている気がするよ。俺たちで陣の世を手に入れるんだ。張り切っていこう。孔明様が成し遂げられなかった北伐、今こそ私たちで成し遂げましょう。父上や兄上と一緒に最初に戦ったのは魏でした。あの時は負けていろいろなものを失っちゃったけど、私今度は負けません。劉禅様はおそらくこれ以上の戦を望んでおられない。ならば私たちは。よし行くぞ。この地にて我らの戦いを終えるのだ。こたびの北伐が最後と思え我らの全力で魏軍を打ち倒す。覇行派殿が危険です。黄河城で敵の策により包囲されました。諸君、黄河城を狙っているな。覇行派の救援に来たか。急ぎ黄河城に伝えるのだ。行くぞ。果たせないなんて。あの人を止めてあげないと。あんなに頑張ったらきっと疲れてる。くそ、追いつかれたか。黄河城の仲間に伝えなきゃいけないのに。
義の伝令を全て討ち取りましたね。これで警戒されずに加工派様を救援できます。勝てたならよかった。みんな非力ってわけじゃないのね。なんだか安心したかも。しすぎたか。敵の包囲を破らなきゃおしまいだ。加工派、覚悟せよ。義を裏切った罪、ここで贖ってもらうぞ。正規部隊、攻撃を開始せよ。城内の諸軍を殲滅するのだ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。これでは任務失敗だ。
ありそうだ。守りを固めておくぞ。食軍の攻勢は危機迫るものよ。これまで以上に気を引き締めて迎えるのみ。敵国内が乱れる今こそ好機。諸国の総力を注ぎ込み、北伐を成し遂げ。諸軍が北から侵入しただ。随分生意気な真似をしてくれるじゃないか。道中の部隊を呼び戻す。諸軍を攻撃する。ここまで押し込まれるとは。諸軍の勢い恐るべしよ。伝令、生徒に急変あり。急ぎ戻られたしとのことです。ここまで気分を追い詰めたというのは。燃えまい、生徒に帰還する。諸の奴らの抵抗が激しい。甲賀城からさらに兵器を調達しろ。になるとは。でも生徒で急変って何があったんでしょう。わからない。ただ全軍で戻れとよほどの事態だと。とにかく今は急ごう。どうしたのだ、教員。それは私が伺いたいことです。一体生徒で何が起こったのですか。何を言っているのかわからない。私の知る限りこの生徒は平穏だと思う。まさか地球帰還生徒の命は。では一体誰が何のために。誰かが私の名を使って命を出した。おかしなことだ。私の知らないところでこの職で何が起きているのだ。脅威殿、先の偽の帰還命令について何か分かりましたか。確たるものは何も。だがおおよその見当はついた。龍禅様の名前を使えるくらい立場が上の者、そして北伐を快く思わない者。私は高校が何か関与しているのではないか。私たちは先人たちや脅威殿の思いを受け、それをあのような卑劣な行為で踏みにじるなんて。ならば今すぐ龍禅様に行こう。これはあくまで私の推論だ。そのようなものをご報告するわけにはいかない。国内では私が思っている以上に我らはただでさえ
国力がない。皆が一つの方向にまとまらなければ滅亡はあるのみだ。脅威殿。だが受け継いだ志を諦めるわけにはいかない。なんとか職を守る術を考えなくては。聖祭、私は職弟としての仕事を全うできているのであろうか。龍禅様、何をおっしゃるのです。父上がこの国を築かれた時、誰もが同じ志のもと団結していた。だが今では誰かが私の名を語り、味方の邪魔をする者まで現れてしまった。聖祭、私は何をすればよい。どうすればまた皆が団結してくれるのだろうか。龍禅様は蜀の帝、劉備殿から仁の志を受け継がれた方です。その志を広く世に示せば、きっと皆も団結するでしょう。志を示すとは何をすればよいのだろうか。それは私の中に思いはあれど、それをどうすればよいのかわからぬ。昔聞いたことがある。父上も諸葛亮に会う前は何をすべきか迷っていたと。迷い続けた時、諸葛亮に、私もそろそろ迷いから抜け出し。龍禅様。聖祭、龍禅様、魏が長安に兵を集めているようです。おそらく蜀に攻めてくるつもりかと。急ぎ兵を集めて体制を整えましょう。脅威殿、その手には乗りませぬぞ。あなたは何かと口実をつけ、また魏へと戦を仕掛け。何を言っている。私は事実を述べているまでだ。魏は間違いなく攻め込んでくる。守りを固めれば蜀が危ない。だが私にはそんな知らせ。それにあなたは戦国の北伐が最後だと潔く負けを認め、おとなしくされよ。私は負けてなどいない。あれは朝廷に救う奸賊の策略。見苦しいですぞ、くだらん言い訳を。脅威は敵が来るといい、高校は来ないという、どちらが正しいのだろうか。報告します。派生の哨戒兵が魏軍の姿をか。やはり敵はすぐそこまで迫っている。龍禅様、お聞きの通りです。我らはこれより派生。わかった。負けられない。蜀海の率いる隊が剣閣まで迫っている。こちらも急ぎ体制を整えなくては。しかし妙だ、
今まで我らを迎え撃っていた当該が見えぬ。奴は一体どこに。で、伝令、当該率いる部隊が生徒北の好意を襲撃、面地区間も抜け生徒へと迫っております。何、まさか北を抜けてくるとは。多くの兵がこちらまで出てきてしまった。今生徒の守りは取る。都に残っているみんなは大丈夫なんでしょうか。急いで戻らないと。しかしここをおろそかにしては、今度は商会が生徒ま二方面からの侵攻、守りきるのは困難を極め、皆我らの志のためなんと。義軍はすでに生徒に侵入している。なんとしても撃退せねばならない。この沈みゆく諸を救えるのは我らだけ。皆力を合わせて敵に立ち向かうのだ。